どうも、キングオブコント1回戦の直前です、はい、そうですね、会場の裏手にある公園で、はい、天気が悪いこともあってちょっと人がいなそうだったんですけど、今直前ということで、いや確かにかなり、でも、はい、こんな公園、小さい公園ありましたっけ？こんな小さい公園あったっけ？ここで来たことないんだっけ、俺が。そうだね、もうちょっと大きい公園があるイメージがあったんですけど、そのなんか大きくなって帰ってきたみたいな。いや僕そのわかんないですけど、ちょっと南大塚ホールの、ね、ー裏にある、そうですね、公園で、はい、今日、まあ、集合して、うん、古川の服がすごく臭くてからのスタートということで、かなりやばいね、本当にテンション、これだから急いで自由で急いで自由で買ってきたんですよ、僕あの生乾きの T シャツしかちょっとなくて、いや頼むよ、いや本当に切れてて伊藤が、いや切れるでしょ、ここ最近でも例を見ないぐらい、類を見ないぐらいの、なんか言ったわけじゃないけど、さすがに勘弁してくれっていう、いや幸先は悪いね、だからかなり悪い中、もう天気も悪いし、ここも濡れてるし、ね、汗もかいてるから、新しくかかって来たことで、今日ちょっと天候最悪なんですよ、なんか雨、まあまあ、プラスなんか低気圧というか、なんか、まあ天気悪いと低気圧、ちょっと正直万全のパフォーマンスではいけないかもしれないです、この時点で。古川って絶対言うよね、そういうの。いや、なんか今回は万全のパフォーマンス、ちょっと湿度も高いし、いや別に関係ないじゃん、不快指数というか、会場行って関係ない、いや、かなり、まあ、低気圧、体も重たい感じがあるんですよ、まあね、まあちょっと時間制限とかもあったり、はい、練習したり、うん、そうですね、これして、はい、あとまあ本当1時間もないぐらいで、うん、入場、はい、入場して、はい、ということなんで、はい、じゃあ練習しましょう。そうですね、はい、はい、練習終わりまして、うん、意外と、ネタが長かったんですね、さ、なんか2分半、マックス2分半のところ、はい、ちょっとラフにやってみたら3分10秒くらいあってなんと調整もできてなくて、危ないとこでした、マジで危ないとこだった、はい、かなりいろいろ変えて、はい、そうですね、後半そうですね、まあ、はい、15秒で警告音、はい、30秒で強制安定なんで、はいはい、まあ警告音もいかないぐらいでなんでこう終われたらなということに、はい、変えました。1分弱ぐらい1分近く、なんとかここは直前で、あのネタをやってたライバーなんだったんだっていうもうずっと2分、ね、2分半のつもりで勝手にやってますからね、うん、まあまあ、ちょっと向かいましょう。向かおう。はい。はい。ということで、はい、1回戦が終わって、池袋の、そうですね、すいません。はい、ちょっと西口公園。南大塚の、大塚、はい、大塚で、その終わった後、前、終わ、始まる前と終わった後撮ろうって言ってたんですけど、はい。まあ、普通に忘れて、そのまま、あの、キングコントの熱狂、1回戦熱狂の、そのままに、そのかっこいい言い方、普通に見に来てくれた大学の先輩と、ああそうなんだ、一緒にちょっと帰ってました、ああそうなんだ、サソリちゃんと一緒にちょっと帰ってて、あの大喜利人たちとかに出てた、はい、そうですね、サソリちゃんサークルの先輩、あそうなんだ、でも久々にお会いできて、あなるほど、でも良かったんじゃないみたいな、はいはいはい、急遽糸からの着信気づいて、はい、池袋でどうでしたか、率直な、まあ率直に言うと、はい、もう受けはしたのかなっていうそうだね、あの、はい、まあ、受けたかなとは思いました。もあれですけど、でもこれで毎回いやおう、じゃその自分たちがいい時とかだけじゃなくて、二回戦順々毎回ダメでも全部取るみたいな、よかったからここで完全な、ああなるほどね、のもあれかもしれない、ね。もう完全に結果出る前の状態のやつを毎回取ってあげる。二回戦。この後もし受かって、うんうんうん、ゼロ受けだったとしても、うん、直後のこういうのをやるっていう。いや、うん、まあまあまあ、1回戦結構。そうですね、まだ結果出てませんけども、はい。まあ、なんとか大丈夫かなっていう感覚ではあるっていう。はい。生配信もあるんで。あ、そうですね、この後に、この YouTube でやってる生配信もやって、発表の時間が分かんないからね、なんかそのリアルタイムのかもしれないという、なんか
ムズムズ感もありつつというかね、はい、本当に知ってる人がいなかったね。そうだね、なんか和やかな空気感は出せなかったね、喋れる人が誰もいなくて結構、うん、でも僕終わった後に帰る直前に、うんうん、僕らの2個後ぐらいの、はいはい、本人の方がおうおうあのすれ違うときにめちゃくちゃ受けてました、ね。テレビで拝見してるんですよ。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。確かにあの芸人じゃない方も出たりしてるから、うん、単純にお笑い好きでやってみようとかね、うん、そういう人もいるような場 でこれでもし、はい、落ちてたらそうだね、笑いものにしてほしい、うん、もうあの編集の方に好きにそうですね、ってもらってという状態、白黒でチーンみたいな、うん、注意、米印落ちてますみたいなとかを全部やってもらって、編集の人も嬉しいですね、はい、まあまあとりあえず1回戦終わってまあ、うん、決勝優勝まで、ねうん、目指して頑張っていこうという、うん、ことなので今後ともよろしくお願いします、はい、キングオブコント優勝して稼げ